おはようございます。おはようございます。先日の動画でちらっと映った金華山がまずに、まだ祭り前ですし、トレーに入っている状態で、今日はこの金華山がまずにを植え替えして一個の盆栽にしていこうかなというふうに思います。じゃあもうすで、はい、に行われた大盆栽祭りでは販売してたってこと？ありがとうございました。完売。完売ここにあるけどね。ありがとうございます。ありがとうございました。多分ね20何個そうですね。それぐらいなんで販売いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、祭りでも完売した、はい、9-3-8にこれも完売してた、はい、植えていこうかなというふうに思いますので、よかったよかった、はい、もう最強やっていこうかなというふうに思います、はい、いろんな形があるんですけども、うん、なるべく成長後の姿を見せた方がいいかなと思うんで、葉っぱが出てるやつを選ぼうかな。全部に面白いんですよ、こういうんだったりとか。おお、面白い曲がついてる。そう、下からも出てたりとか、うん、あとなんかずんぐりのやつがあったりとか、うん、ずんぐりのやつが、これぐらいがなんか一番落ち着いてるかもしれないですね。振りやっていこうかな、そちらで。はい、じゃあ、はい、やっていきます。はい、まず最初に足元を見たいので、で、この白い今年の根が出てるので、うん、なるべく早く植え替えしたいのでスピードを上げながらやりたいと思いますけど、うん、まず足元、この木のいいところをまず言うと、もう根っこがこんなちっちゃいんですよ、はい、だから本当にちっちゃい鉢に入るかなっていうところですね。で、ガマズミは結構ね、水好きなんですよ。だから、あの見た目を気にするんであれば、ちょっとちっちゃい鉢にももちろん入るし、でなんか腰水が流してもいいだろうし、逆に言うとちょっとね、水やりが間に合わなそうだなって人は大きめの鉢に入れるといいかなと思います。こういう形ですかね、はい、頭の部分なんですけど、難しい木だね。動きとしては、まあ、足元はこっちの方がいいですかね、はい、ちょっと凹んでるので、こういうふうに頭を持ってきたらいいのかな。ちょっと曲げて下から緩くかけて、うん、やるか、ここだけでとりあえず曲げちゃうか、はい、ここだけで針金かけて、ここはちょっと引っ張って下げようか。おお、でまずちょっとこれ保護するためにティッシュかなと思う、はい、濡れたティッシュで根を保護ですね、はい、そしたらじゃあここだけちょっと太めの針金を巻いていきます、はい、まずちょっと枯れたやつ切っていきましょう。この辺はおそらく枯れてるので、うん、葉っぱが出てないところをまず剪定しちゃいます。この木はあれですか、花とか実とか。ガマズミだから普通は咲きますね、うん、でここら辺ちょっと上にグッと立っちゃってますし、何本も一緒に出ちゃってるところがあるので、ここね、うん、そういうのはもう取っちゃいます。であとは同じところから結構出やすい木品種になるので、そういうところもある程度取ってあげた方がいいですかね。例えばこういうなんかは一緒にここと出てたんですけど、これと今後こうやって内側に来ちゃうんですよ、はい、でこういうのは切っちゃってもいい、うんうん、突きさせるために。なるほど、はい、あとはこの辺も何本も4本ぐらい一緒に出ちゃってますね。だからこういうところも例えば内側に出たやつは切っちゃうとか、はい、そういう感じでやっていくといいと思います。あとは太いのを取ってみるこういう感じ、うん、こうやってカーブの内側にあるやつとか、うん、もう取っちゃっていいと思います。でガマズミって若干この木質が粗くて若干ふかふかな印象なんですよ、はい、だから焼けが入りやすい木なんですね。焼けっていうのは要はちょっとなんだ、そこが枯れ込みが入っちゃったりとかのが個人的には多い印象なので、剪定した枝の部分から枯れちゃうみたいな、そうそう、中にえぐいように入っちゃうような印象あるんで、ここは乾かさないようにあのカットパスタとか、トップジンとか塗っとくといいと思います。はい、はい、これは頭の位置を変えるっていう、若干前に持ってきて、はい、まあ、盆栽の頭として成立させるっていうところですね、うん、頭っていうのは一番高いところにある枝、そうです、樹幹部のところ、正面の方に向かってこう倒れてるのが正しい、ね、こんにちはって、まあ、前傾姿勢になって、
自分の方こちらの方を向いてるのが、まあ、理想って言われてますね、うん、からその位置に今動かすと、はい、全部が全部そういう気があるわけではないんですけど、基本的には頭っていうのは盆栽の中ではないとやっぱ格好はつかないですよね、うん、感じかな。はい、はい、こちらに向きました。次にこことここでちょっと引いてあげてでいいかなというふうに思います。本来食い込まないように保護とかしてあげるとなおいいんですけど、はい、今回はそんなに、テンションもかからないですし、うんうん、多分ちょっとその間食い込むほど長い期間はつけとかないと思うので、はい、そのままやっちゃいます。同じかな。はい、はい、ちょっとやってあげるだけ若干ねすっきり見えて木としては面白くなってくるんで、こういう作業をやってあげると盆栽らしくなってくると思いますよね、うん、これが長いからいらないかな。でもいらないで、どっちかっていうとひょろひょろとした木なので薄い鉢に合わせてあげるといいと思うんで、うん、なんか合いそう、なんとか、若干鉢にゆとりを持たせたいなら深めでやるんだけど、ちょっとでかいかな、はい、うん、まあ安心だけどな、その辺は、うん、これかな、うんうん、ちょっと深さがあってなおかつちっちゃめの鉢ということで、はい、これにします。もう普段通り、はい、あれですね、多分視聴者の人では何パーセントかお祭り来てるじゃないですか、はい、何買ったか教えてほしいですね。確かに、うん、コメント欄とかで何買ったよとか教えてくれたら売れるやつをね次回仕入れる。あ、意外とこういうのも買ってくれるんだとか、うん、あるし指標にはなりますよね。そうですよね、仕入れの、はい、はい、できました。で、まあ、水持ちのためにでもちょっとカルマも入れてあげようかなと。はい、はい、本当に大きい粒でいいと思います。あ、OK、細かい粒でいいと思います。そんなにつく必要はないと思うんで、はい、鹿沼土もちょっと入れとく、入れてく、はい、こっちに入ると ね、 そうですね、いいですよね。手持ちと水やりします。水やりしましょう。どうやろう。え、どうしよう、もうちょっと、はい、完成、完成しました。うん、金華山ガマズミの植え替え即売して即完してしまった、金華山ガマズミのどうしたら盆栽になるよみたいな動画にしました。短いですね、すいません、ポイントとしましては、はい、結構そのガマズミ自体がいろんなとこがいっぱい出るんですね。芽が出るんですね。で、その流れでそこの部分にいっぱい何でしょう、熱を持っちゃってだんだん同じとこが太っちゃうんですよ、うんうん、なので、そういうのをまず処理してあげましょうっていうことと、はい、植え替える時はこの鉢が合いますよっていうような動画になったかなというふうに思います。うんうん、ちょっとあれかな、ひるまさんの見てみますか。はい、これがひるまさんのやつかな。金華山ガマズミ、はい、どうだいぶ元気ですね。元気だいぶ、こういうふうに何でしょうね、幹が曲がってるのが、はい、この木の特徴、あの面白みだと思うんですけど、うん、またこういうふうにもできるし、逆にひょろひょろっと作ることもできるし、素材としては面白いんじゃないかな、うん、正面こっち、こっちじゃない、あ、こっちなんだ、うん、多分今のところは、うん、こっちに立て替えてもいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、こっちの方がね、足元はね、
ここがちょっとなくなっちゃう。そこは切っちゃえばいいから。うん、ね、人の引きだからこんな立派にもなると、はい、いろいろなんでしょう、楽しめる樹種ですし、まあ、ちょっと水やりだけしっかりやっていただければいいのかなと思いますね。あの金華山の何でしょう、特徴としては小葉なんですよ、うんうん、ガマズミって結構大きい葉っぱになっちゃうんですけど、この金華山に関してはすごい小葉でできるっていうのが、その盆栽には向いてるっていう品種ですね、はい、ということですね。はい、トップ地に塗りましょう。あ、トップ地に塗りましょう。傷口には塗ってあげると、うん、乾燥を防ぐことができるので、そこから焼けが入るのを防ぐことができます。で、特に雑木の場合は焼けが入りやすいので、切り口には塗ってあげるのは必要かなと思います。キニヌールとかでも、あ、いいと思う。目立たないかもしれないですね、そっちの方がね、うん、OK、はい、こんな感じの処理、まあ、やってあげるのとやってあげないのではだいぶその5年50年後は変わってくると思いますので、うん、やってあげるといいと思います、まあ、はい、ということで、金華山ガマズミの植え替えをやってみました、はいはい、この動画がいいかなと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、Please subscribe and thumbs up、はい、Thank you、 ありがとうございました、バイバイ。Thank you.